それではパ・リーグの顔とも言うべき山田対清原東尾の仁義なき戦いを見てみよう。5月2日山田清原今シーズン初対決。山田は今年の清原を試すべく得意のシンカーで引導を攻めた。清原は見事に打ち返し外野席に叩き込んだのである。清原は山田の想像以上に成長していた。阪急の山田投手との対戦だったんですが、かなりこう意識はしましたか？試合前は意識しましたけど、バッターボックス入った時は全然意識しませんでした。あまり打てないという話がありましたね。やっぱり苦手意識みたいなものはないんですね。いや、どのピッチャーにもそういうものは一つも持ってません。できるならばですね、2戦目は誰と対決って取りたいと思って。もう誰でもいいんでしょうけどね、今狙って取れるピッチャーはないですからね、まあ、できたら西武の清原とかね。今西武と阪急とこう一応こうありますわ、東洋とな。後半戦がね、後半戦始まってね、どっちがね余計勝ち星を数え取った方がね優勝だと喋るんですよ。山田が例えば7勝後半7勝したと、東洋が5勝で終わったと、この2勝の差で絶対阪急がいくし、はい、東洋が6勝した、はい、山田が5勝だったら、この1勝の差で西武が上行くなって、そういう見方して。8月11日、東尾は近鉄戦で8勝目を挙げ、西武が首位に立った。山田の予言通り、両ベテランの勝ち星がそのまま優勝を決めることになるのだろうか。8月24日、オールスター後初めて登板した山田は、東尾と直接対決を迎えた。意地と意地の投げ合いは山田に軍配が上がり、阪急は優勝に望みをつないだのである。そしてこの試合のもう一つの見どころは山田の2000奪三振にあった。山田は2000奪三振を清原から達成したいと言っていた。そのチャンスが来たのである。奪いましたね。あれは清原がやっぱ花も出してくれたんでしょうね。安心してくれたと思いますよ、はい。まあ、こういう風にねうまくいくとは思ってませんでしたけどね、まあ、本当今日は三振そのものよりもね投げれただけでも満足してましたから。今日は同期生の東尾投手との投げ合いになりましたが、この辺りの意識というのはどうなんでしょうか？東尾には負けられません、はい。8月31日再び山田と東尾が対戦。優勝の行方を占う大切な一戦である。清原はこの前のお返しとばかりホームランを放った。東尾は粘りのある投球で阪急を2点に抑え、2対2のまま終盤へもつれ込んだ。9回裏、秋山がツーベース、サヨナラのチャンス。阪急ベンチは先発山田から抑えに回った佐藤にスイッチ。しかし西武の勢いを止めることはできなかった。この前の阪急戦のね、ちょうど相手は前山田さんでしたし、まあ、なんとか仕返しというか、できましたので、ね、やっぱり今日は非常に嬉しいです。ペナントレース後半、東尾は9勝を挙げ、一方山田は3勝に終わった。山田の予言通り、2人の勝ち星の差がそのまま優勝を決めたのである。